はい、どうも、メヘラおじさんです。お疲れ様でございます。はい。まあ、なんとか会社行ったんですけど、まあ、午後から休みましたというところでございます。はい。で、ですね、トヨタ自動織機の不正、ですね、試験不正ということで、まあ、ニュースになっております。で、まあ、ダイハツに関しても30数年前からの不正だったので、トヨタが子会社にしてからの話だけではないと思うんですけれども、まあ、日野自動車もそうですし、というところで、そういう試験不正っていうのがですね、まあ、次々に明らかになっているというところなんですね。で、まあ、言うたら改善って言われてて、まあ、トヨタ生産方式っていうのはおじさんは大学生の頃すごいもてはやされてたわけですよ。で、まあ、ザ・ゴールっていう、まあ、本っていうんですかね、製造業のボトルネックを探して、それを、まあ、言ったら抜いてですね、また新たなボトルネックを見つけてみたいな、なんかそういうのが、こう、もてはやされてたわけですよね。っていうところなんですけども、もう一定役割が終わったのではないかなと思ってございます。役割が終わったというのは、もうどこまで行ってもその改善やった結果、従業員の方が萎縮してしまって、結局検査不正の方に行っちゃうっていうところまで行ってるんだと思うんですよ。改善のしようがなくて。で、いうようなそのモラルリスクの方が、まあまあ、なんていうんですかね、でかくなってきてるんじゃないか。もちろんその、いろんな無駄を省くという行為は大事なので、その、何歩歩いてどうのこうの、そこまでやるのは、それはすごいことなんですけれども、それをやりすぎることによって、出るデメリットの方が、最近多いんじゃないかなと思うわけでございますよ。で、当然サラリーマンですから、それは思いついて検証して、まあ PDC を回すっていうことをやるんですけども、まあ前進してるところを見せないといけないからといって、あんまりうまくいきませんでしたってところをですね、蓋をするっていう文化が出来上がっちゃってるというところ、しかもそれが積み上がっちゃってるっていうところがあまり良くないなと思ってて、今日的ではなくなってるのじゃないかなと、一定だから、まあ何度も言いますけども、トヨタ生産方式は、役割があったんですと。ただ、それが行き過ぎることによる不正というのが、なんかボコボコ出てきてるんで、もう、それ以上やってもですね、そこまで変わらん。まあだから90%、95% まで行ってるところ 100% にしようよ、というところじゃなくて、もっと新しい視点で物を見る時代になってきたんじゃないかなというところです。生産効率が落ちても、まあ小ロットで多品種のものを作った方がいいもそうですし、あるいは、まあ言ったら従業員の満足度ですよね。そこまでバッチバチに決めてやると、やっぱり従業員の離職率とか、その、まあハラスメントであったりとか、給食であったりとかの、従業員に対する満足度が下がってしまうと、これから、従業員、がですね、どんどん足らなくなっていく時代に、そんなガッチガチにしてもですね、お前の代わりはなんぼでもいるねんっていう時代でもなくなってきてますから、しかも、現代以降、その、改善を重ねた優れた商品、製品を使っているんで、そこまで緻密に作業ができるかって言ったら、まあそうでもなかったり、あるいは育てるのに時間がかかったりするわけですよね、と。いうところなので、そこまでバチバチに縛ることによって、それが支えることができる、人材を確保できないかもしれないというところもあると思ってるんです。なので、まあ、どちらかというと、その、言うたら、効率化っていうところに関しては、もう、一定、役割が終わり、従業員満足度を考える、あるいは下請けの利益も考える、そういうところに来てるんじゃないかなと思うところでございます。コロナ禍でね、本当に、トヨタの70受けとか、本当にもうカツカツでございますとかそういう話も聞いてますから、ほころびがやっぱ出てきてるんじゃないかなと。時代が変わればやっぱりいろいろやることも変わるでしょうし、で、まあ、3次受けた、4次受けた。まあ、トヨタ自動織機自体はトヨタのね、元々の親会社、トヨタ自動織機の自動車部門がトヨタ自動車なんで、なので、まあ、そこまでのその、カツカツ状態ではないにしても、まあ、そういう、トヨタを土台としたですね、まあ、ピラミッドがある中で、その中でですね、まあ、脱トヨタで、動いたりもしないといけない、ような中でですね、
いろいろ考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思う記事でございます。はい、もっと言うとですね、まあ製造業の時代っていうのは、まあまあこれから海外で製造業をやっていくのであれば、まあそういう改善方式っていうのはまあ必要になってくるでしょうし、それを補うだけの人員っていうのはまだ発展途上国にはたくさんあると思うんですけども、こと先進国に関してはそれはちょっと今日的じゃなくなってるのかなというふうに思います。はい。じゃあ先進国何すればいいのかって言ったら、おじさん今やってる YouTube みたいにクリエイティブな、別におじさんがクリエイティブとは言わないですけども、その製品じゃなくてですね、サービス、コンテンツ、そういうところに、価値を置いてですね、活動するような動きになっていくと思ってるので、おじさんはこっちに張ってるわけですよね。で、まあ、アメリカの方のGAFA見てみたら、全部まあ、エンタメとかコンテンツビジネスですよね、というようなところなので、先進国でそのバリバリ、言うたらまあ、メーカーの改善方式、うんたらかんたらっていうのはもうちょっと、なかなかこれから難しい時代になってくるんじゃないかな、というふうに思ってますので、まあ、そういったところでですね、まあ、もう一度、こういう、まあ、不正がですね、出てきたっていうことは、見直す機会なんじゃないかな、とおじさんは思うわけでございます。以上です。